松潤さん、商品決まりましたね。松潤さんの今回の商品は、30代後半の男性で以前にピアノちょっと触ったことがある人を対象にした、サプライズでピアノ弾き語りプロポーズですよね。かなり絞って狭くなったと言えます。これでいいんですよ。まずはこれで行ってみましょう。あとはですね、商品決まりましたので、どういった方に何を提案するのかっていう商品ですよね。これが決まりましたので、あとはね、集客です。次の段階は集客はどうすればいいかっていうと、単純にアクセス集中ですよね。松潤さんが今ね、周りのお付き合いのある方にこういうことを始めたんだよっていうのももちろんですよ。このリアルで営業するのももちろんなんですけども、インターネット上に私はこんなことができますっていうふうにどん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 ね、いろんな切り口からアプローチしていく、要するに動画をたくさん作っていくことが必要になってきます。その中でまたアドバイスがちょっとあるんですけどもね、聞いていただければと思います。松潤さん、今グリーンのシートを裏に引いてやってますけども、ミュージシャン感は全く出てないです、ですんでね、少なくとも後ろに楽器があるとかね、自分のね作品 CD があるとか、もしくはなんかこう持つとかね、機材を持つとか、そのぐらいはしないと雰囲気出ないのかなと思いますし、あとね、バストアップって言って、私この胸から上が出てるこのバランスですよね。で、若干4対6で左右にアンバランス、真ん中に自分の顔を置いてないわけですよ。ちょっとこうずらしてますよね。ということで背景もきちんと見せてるんですよ。私はね、和風感を出そうといつも思ってますんで、和室からお届けしてるのもそうですし、日本画を掲げたりとかね、後ろはちょっと掛け軸ができてないんですけども、帯ですよね、着物の帯をちょっと高いやつをパリッと据えてたりとかねしてるんですよ。で、私もこれはね、寒風着ですけども、東洋の服ですか、着物を着ることもあるんですけども、そういった形で自分の和風感っていうのを出してるんですよね。隠居っていうイメージですか、これを出してるんですね。その演出が動画に今のところないかなと言われますんで、その辺ですよね、だからなんかロックミュージシャンだったらピアスを開けるとかっていうのもあると思いますし、ちょっとメイクをするとかっていうのもあると思いますし、基本的にはね、そのまま素のままやった方がいいんですけども、ただなんかできる工夫はしていかないとなっていうところで、そんなにね手間がかかることをやっちゃうと、今度動画を作るハードルが上がっちゃうんで、ちょっと一品なんか後ろにね楽譜ポンと置くぐらいのこととかね、やるといいと思います。メンタリストの DAIGO さんっていうのはむちゃくちゃ上手で、後ろに本棚がいつもあるんですよねだからこれはね、勉強してる感が出るんですよ。で、実際 DAIGO さんってむちゃくちゃ勉強家ですからね、だから知識を商売にする人は知識を詰め込んでますよ感を出してるといいのかなと思いますし、松潤さんの場合はこれから音楽が商品になるわけですから、やっぱりね、音楽を匂わせるようなものをちょっとちらっと見えるようにやった方がいいのかなと思います。そして難しいかもしれませんけども、すぐじゃなくてもいいんでもね、意識していただきたいのは、ちょっと顔が近いと圧迫感があるんで、離れていただいて、それで音声はちっちゃくならないように工夫しないといけないと思いますけどもね。で、自分の服が今日何を着てるのかってことをはっきり分かるようにした方がいいのかなと思います。あと細かいことを言えばね、若干この顎を引き目にこんな感じですよね、オーバーにやったら、こういう風になっちゃ う上から下を見下ろすようになると、やっぱり非常に不快感を与えることもありますので、やっぱり YouTuber の喋り方としては若干ね、顎を引いた感じで、もう同じ身長の方と目を見て話すような感じがよろしいかなと思います。本当にね、動画撮影上の細かいテクニックになっちゃいますけども、こういったことも少しずつお話していこうかなと思います。で、あとはタイトルですよね。前回の動画でもお話したんですけども、今回ピアノ弾き語りが魅力的な歌手3選、これも悪くはないんですよ。悪くはないんですけども、もうね、名前を出しちゃえばいいんですよ。この方、この方、この方、もしくはこの方とあと2人いるよって感じで、3選、1人はこの方ですっていう風にして、もうそのね、名前によって、有名人の名前によってタイトルタグで、SEO 効果を高めていくっていうのと、視覚的にもね、あ、この人のことこの人こういう風に喋るんだみたいな感じで興味を持っていただくって感じです。で、これも将来的になんですけども、サムネイルって言って、画像もきちっと作ることはね、大事になってきます。 YouTube っていうのはまずはクリックして再生する前にどんな画像なのかってことで、クリックするかしないかっていうのが圧倒的に違いますんでね、そこも考えていく必要があるかなと思います。すぐにはやらなくていいですよ、すぐにはね。そういうこともあるんだと思いながら進めていただければと思います。では今回は13話だったかな、終了します。ありがとうございました。